ロドリゴ・セバスティアン・パラシオ・アルカルデは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州バヤ・ブランカ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。地元のクラブでサッカーをはじめ、2002年に、当時4部リーグに所属していた、ウラカン・デ・トレス・アロヨスで、プロデビュー。翌2003年に CA、バンフィールドへと移籍し、プリメーラ・ディビシオン初出場。2004年はじめには、 スペインのレアルベティスの練習に参加し、移籍に近づいたが、残留を選択した。2005年にボカジュニアーズに移籍。以降は、スタメンとして絶対的なポジションを築き、多くのタイトル獲得に貢献。2006年前期リーグでは、得点王に輝く。2007年12月には、クラブワールドカップ出場のため来日。決勝の AC ミラン戦では一時は、 同点となるゴールを決めたが、チームは2から4で敗れ準優勝に終わった。2008年後半はチコツエ炎に苦しんだが、アルセナルとの対戦となったレコパスダメリカーナ、決勝では両レグでゴールを挙げ、チームの優勝に貢献した。母家在籍時はたびたびヨーロッパへの移籍が噂され、2006年と2008年には FC バルセロナが2009年には、 ユベントスやベンフィカが獲得に乗り出している。2009年7月、イタリアのジェノアへ移籍金700万ドルで移籍。2009年11月5日のヨーロッパリーグリール戦で移籍後初ゴールを決める。移籍したディエゴミリートの後継者として1年目から定位置を確保すると、在籍3シーズンでリーグ戦90試合に出場し、35ゴールを挙げた。特に3年目はチームが、 残留争いに巻き込まれる中で19ゴールを決めている。2012年6月7日、インテルミラノへ3年契約で移籍。移籍金は推定1100万ユーロ。2012から13シーズンには、主砲ディエゴ・ミリート・オフ賞で書き、低迷するチームの中で12得点を挙げ信頼を掴んだ。翌2013から14シーズンには開幕戦のフルス。 ジェノア戦を皮切りに得点を積み重ね、2013年12月22日に行われた AC ミランとのミラノダービーでは決勝点を記録。最終的に17得点を挙げ、得点ランキングで4位に入った。2015から16シーズン以降はマウロ・イカルディの対等により、ベンチを温める機会が多くなったが貴重な控え、要因としてプレーし、 2016から17シーズンをもってインテルを退団。インテルでは5シーズンで公式戦で通算169試合に出場し58得点を記録した。2017年8月17日、ボローニャ FC へ加入。2017年9月30日のアクフ、フィオレンティーナ戦でボローニャでのセリエ初ゴールを挙げた。 アルゼンチン代表デビューは2005年3月9日のメキシコ代表戦。ホセペケルマン監督により 2006FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれグループリーグの3試合に途中出場した。2008年6月15日の南米予選ベネズエラ戦ではホームでの敗戦が迫ったアディショナルタイムに同点ゴールを決め代表初得点を記録した。2014FIFA ワールドカップでは スーパーサブとして起用され、決勝のドイツ戦でも途中出場を果たしたものの、延長戦の末に敗れた。大会終了後に代表を引退した。ありがとうございます。